はい、ただいまということで帰ってまいりました。はい、ということで、なんか増えてるみたいな、なんかでかいのついてるって言ったんで、ちょっとね、重量感あるもん、やっぱ、うん、ゴリッとして、あ、いつも、ここ数日ね、ちょっとこの黒いこのこれが切れちゃったんで、あのゴムが、なんで、ゴムってあのゴムじゃない、ゴムが切れちゃったんで、っていうので、なんか、あの切れちゃったからつけてないんだよね、で、もう一個、このグリーンファントムっていうやつは、この中のファントムと同じなんだけど、色が違うやつがあって、これ、日本で見たことなくてめちゃめちゃ欲しいなと思って、あーっと思って、意外と買える値段だったんで、あれって思って、ついつい買って、その1個ちょっと外してもらって、自分のサイズにするのに初ですよ。初、あの僕のタイのブレスレット、初ブレスレット、最近気に入ってつけてるの、あのこれペンダント、だいぶいい光をするんですよ、こういう風に、こういうカーッって、太陽光の下の方が綺麗だよ、そうなんだみたいな、とか撮影方法を教わったりとか、あとはね、ちょっと気になった子たちを撮らせてもらって、あのちょっとインスタに上げて、まあね、これいいなって言ったら、いくらって、あ、そうなんですねって、じゃあ今度お届けしますよみたいな感じで、あの中に入って、まあね、僕みたいにパキスタン人と、あの英語と日本語とタイ語はほぼないけどみたいな、英語で織り交ぜながら、まあ石突きなんでね、お互いこういう、そう、今回描いたメインが、石尾さんすげえありがたかったのが、こんな感じで、あの、石を全部、パケって言うとあれだけど、全部なんか、この子、こいつとこいつは一緒に入れてよくて、これとこれはよくて、これとこれはよくて、みたいなので、なんかね、あの、石を分けて入れてくれたんですよ。モールスコードとかあると思うんですけど、コードが一緒みたいな、要は硬さが一緒の石を入れていいけど、そうじゃないのはダメだよ、みたいな、なんかすげえパケみたいになってるけど、俺こんなので見たことあるもん、抑えパケこんぐらい入ってんの、ドライなカピカピなやつ、うまかったけどね、あのその時まだ俺擦れてなかったから、擦れてないって言うとあれだけど、そこの免疫がなかったから、そこに対してあんまり、いやーマジでいいっすよ、いい国タイですよ、ついに来たみたいな。これネックレスにしてつけてる動画とかもあるけどね、これえいっつって、えいやあって、多分でも石月さんが見たら、ふわーってなるんですよ、これ。あの、ばっかじゃねえのっていうでかさ、これ。やばくない?乳首じゃねえよ、みたいな感じで、ね。本当に乳首よりはでけえ、マジ全然。余裕ででけえ、乳首より。なめんな、みたいな感じで。やばくない?これ。パッキパキだよね。見たときにさ、うわーっつって。これね、ほら、石月さんは石月さんの目で見るし、ほら、あのお茶好きさんはお茶好きさんの目で見るじゃないですか、ちょっと違うんですよ、そう角度とかと、ああみたいな、なんかどちらしろどちらの方々も多分ブリンブリンな感じで好きっていう、いやたまたまね割り引いてくださりまして、ほんとそれまでに買いに行った石もありまして、そう、そんな中でね、なんかその今回あの前回行った時に、あのだから今回ね、その帯入りした時の初日に、まあまあ、 あのお前だったらこの値段でいいよみたいな、お弟子さんになりますかみたいな、いやそうは言ってないけど弟子になりますかみたいな、今のタイミングでこれで買ったら俺結構いろいろ教えてあげるし、いいこといい感じになるんじゃないのみたいなオファーがいただいて、まあ、そのきっかけになった子がね、今またこういるんですけど、この子ですねつって、この子ですよつって、ウォータインクオーつっていう、こういうなんかその角度によってね、シャカシャカするとこのなんか中の水が、ほんと何千年なのか何万年なのかの前のお水さんが、お水、ウォーターが入ってるクオーツってすっげえ珍しいんですよ。で、すっげえサイズでかいんですよ、これ。これはなかなか珍しくて、これが、この子を日本から買いに来たんですよ。バカじゃねえのって思うじゃないですか。マジで日本から買いに来たんですよ。ただ、その前回来た時に、その別のとか買ってるんで、まあ、ね、この隣にいた子とか前回買ってるんで、まあ要は、どういう石扱ってるか、どこなのかも、まあ、知ってるしみたいな関係性もあるしみたいな、でその前にちょっと一回テストで行った時に、テストっていうか、まあそのどういうとこが石今後なんか扱う時になんか一緒にご一緒したいかなみたいなって思った時に、まあなんかすごくレベチでいきなりレベチ来たみたいな、あと2軒あるんですけど、もう最近行きなくて、その唯一1店舗本当にもうだから、その1店舗との方とめちゃくちゃ関係良くなったんで、だから日本には絶対ないの、こういう誰が見てもどう見てもこのなんか緑富士みたいなの絶対ないんですよ、緑富士に来たみたいな、
あのね、ホワイトハントもいますけど、全然横のね、グリーンファントムとかいないですね。あ、このサイズのルチルほぼいないですね。だから僕からしたら別にそこでマウント取る気もないです。あ、同じ石月さんですねっつって、でその石月の人が見た時にこういうの見ると、ギョッマジかみたいな、あれみたいな、どんだどえ何どうしたの。でシンガポールの人も好きらしいですよ。話早と思って、まあ風水で作った街ですからね、シンガポール。だからこの子とかバリちっちゃいですけど、ふわーって光るわけですよ、多分こんな感じで。だからうわこいつマジで超超ラフな格好してるけど、つけてるものエグいみたいな。リシャール・ミルまでは行かないと。だからこっちにリシャール来たら、もうリシャール・ミルいくらですか、時計2,000〜3,000万みたいな。あれパテックで500万ぐらいかな、300〜500万。指輪全然まだあのクロームハーツの300万来てないから、全然アマゾンで買ったやつ300万つけるんだこの人に、金のやつね。普段つけない、絶対怖くてつけれない、絶対つけれない、タイで。これは全然大丈夫だが、みんな結構石つけてるから、タイは。あんま気にならない、これぐらいだったら。これクルンバハツだったらちょっとやばいね。リシャールバレないね、こっちだとね。あの一生かかっても働けないぐらいの値段の時計をしながら歩いてるこいつみたいな感じなんですけど、2,000〜3,000万ですよ。タイの人多分、あの一般的な方は2,000〜3,000万多分一緒で欠かせがないんで、まあね、でもそんな日本の人たちもこのバッキバキの見ないんで、たぶんあんま。で好きな人が見れば、まあ、やっべえなこいつと思うじゃないですか。でも好きじゃない人っていうか、興味ない人が見れば、別になんか、ね、T シャツのお兄ちゃんがジャラジャラ喋ってる、ジャラジャラしたのつけながら喋ってるみたいになるじゃないですか。で、会った時にあのちゃんとあるんですよ。そういう、皆さんが好きであろう、こういうおもちゃ。おもちゃがあるんですよ。引退。イエーイ、タイランドあるんですよ、ガーなんですよ。あれ日本の人たち、あれなんかすんげえの出しちゃってるけど、このお兄ちゃんみたいな、どうしちゃったの、大丈夫なの大丈夫みたいな。タイの人からすれば、僕はパーって別に街中走ってても、うん、いいね、いいね、いい匂いすんね。意外とでもそうなの、あんま吸ってる人は見ないかもしれない。ただなんか世界中から買いに来る人が多いから、なんて言うんだろう、ちゃんと名前がついてる、全部いろんなあのカブちゃんに、おカブちゃまにパーソンで言えば何々みたいな名前ですよね。何々ちゃん、名前ですよ、このパーソンの名前みたいなのがあるんですよ。同じ石の部類だよね、の中の同じ地方だよねみたいな。例えばね、さっきだったゴールドルチルとか、例えばこうゴールドルチルなのか、ファントムクォーツなのか、でも君たち同じクォーツくんたちだよねみたいな。いや、クォーツって水晶ですよねって。だからこの白い子も同じだし、お前クォーツばっかじゃんっていう。で、ガラスじゃんっていう人がいるんですよ。まあ確かにガラスなんですよ、クォーツだから。でも、だからこれでパワー感じんなら、ガラスはパワー感じないと、ダール君違うよってみたいなことをパワーストーンすげえ扱ってた人に言われて、まあ、死ぬほど売ったんだって。アメリカンダイヤモンドっていうのはエイベックスに売るみたいな、なんかエグいことやっててまあいるんですよ、最近会ってないけど、タイにそういえば、まあ、人が言われたけど、確かに言われることは分かる。その化学式の化学記号としては多分水晶っていうものと、だからそのグラスっていう、みんなが思うグラス、こっちのグラスじゃない、こっちのグラスを言われても、確かに化学式は同じなのかもしれない。ただあのガラスに関してはね、工場生産製品じゃないですか。これに関してはメイドインアースなんで、パワーストーンに関しては。だから地球がそのなんかそのもっと原石した感じで作ったのを、たまたま一番皆さんね、メジャーどころのダイヤモンドっていうのが一番価値がある。だからエメラルドもあればアメジストもあるじゃないですか。いろんなのがあるじゃないですか。いろんなおいしちゃんありますけど、ダイヤモンドがぶっちぎって高いっていうだけで、他の場はそうでもないですけど、たまにいるんですよ、えぐいやつがこういうことが。うわーみたいな、ダイヤじゃないけどすごいみたいな、このちっちゃいのになんかすごいみたいな、お目目が高い、お目が高い、そのやっぱね、あのやっぱすごくセレブな方は、みたいな、おおっていう、このこれがね、人工石じゃ出せないんで、このなんかパッキパキな感じは、その辺とかね、やっぱね、やっぱ人工じゃ作れないのがやっぱ、いいとこじゃないですかね。だからパワーがあるので、はいつか、はいはいつか、いや、洗濯物落ちてるってことですよ、俺の寝巻き。よいしょ。しかもすげえひどい、鳥糞の上に落ちた。ひどい。両方カピカピカだから多分ね、セーフだよ、セーフ。セーフ。セーフ。
セーフ、セーフです、セーフなんですよって、あれれあれれって、セーフなんだよ、うるせえな、この野郎、俺がセーフって言ったらセーフなんだぞって、チャババチャババ、チャババって。シャワー浴びようと思って汗ベタベタっていうか、まあ、ベタベタではないな、ベタベタっていうか汗ですごいバーシャーってなったから、まあもう浴びなくていいかなぐらい戻ってるんだけど、一応ね今日チェックアウトなんで、いやいや Go back Japan で、 Go back Japan、 Go to Japan で、 Go to hell で、 Go to hell、 いやいや日本の子 hell っていうのやった感じだけど、だって No 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 cannabis、 Don't hellこんな映像日本で撮ったらまだ秒で捕まる。これタイだからできるクリエイティブだからねビーつって日本ではできません、ちゃんと入れてくれるといいな、気持ちで。こういう行為は日本では認められておりません。あ、でも 何吸ってるか分かんないから、そっか、茶葉を包んで吸ってんだよ、茶葉ブレンドした茶葉、緑茶って緑茶なんだ、お抹茶ってお抹茶です、お抹茶を、はぁ、おぉ、あぁつって、うまっ、はぁ、うまっ。あ、そう、クラフトビールの瓶また持って帰ってきちゃった、これうますぎて、いやだから汗ちょっとボディがしたのか、一回かかってたの、片付けもしたかったし、8時に帰ってくる、まあ、あの飲みながら帰ってきて、もうなんか屋台の敵屋からさ、グラスで持って帰る、マックのだったやつ、あれグラスだから、ま、めっちゃグラスみたいな、思わない、グラス、これもグラス、グラス、グラス、いやいやいや、グラス、セーム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 、っていう人は、ちょっと多分友達にならないんで、違うよっつって、パワーストーンなんですよ。なめんの東京リベンジャーズ、パワーストーンリベンジャーズみたいなです。うわ、ほんとなんか名前言いそうになったけどやべえな、名前は言っちゃダメ、有名な人なんか多分タイだ、なんでまあその人は別に嫌いとかじゃないですけど、まあ、あ、こっちの方向で俺は帰ってくんだタイムみたいな、不安ですよ、みたいな、みんなよくしてくれるし、うん、すごいよね、だって葉っぱ吸っちゃったから葉っぱ吸って、パワーストーン好きな、好きなようにあのマーケットにかけて興味ある人がね買ってってくださるんで、あ、いくらならいいです、あ、OK です、タイいらっしゃいますか、いらっしゃいませんか、あ、いらっしゃらないんですね、あ、じゃあ日本ですか、日本です、あ、じゃあ日本どこいらっしゃいますか、あ、はい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 、あ、はい、名古屋、愛知、名古屋、あ、通ります通ります、別にいいっすよ、あの熱田蓬莱軒食べたいし、ついでにあのあれじゃないですか、熱田神宮とかお参り行きたいし、久しぶりにとか、例えばね、その後にあの別の時にあの伊勢、お伊勢さんとかね、あ、伊勢神宮ちょっと外宮内宮さんちょっと参り行きたかった、これね、そうね、だ日本だったら届いていくんですよ、全部行ってるんで、一回行ったことあるから、あと海外だったら台湾、シンガポール、クアラルンプール、ロサンゼルス、バルセロナも頑張りましょう、ローマもちょっと頑張りますみたいな感じなんですよ、ついでになって僕行きたいところちょっと気になるからすみませんって、ちょっとアテンドしてもらえないですかっていうだけです、その分負けとくんでってお願いしますみたいな、だからもうなんかそのなんか全部つなげれるわけですよ、旅にこば石突きルート、石のシルクロードみたいなもんですよ、あのパワーストーンロードです、僕からのあるじゃないですか、進撃の巨人のあのね女性があるじゃないですか、進撃のその進撃とか何やいん巨人でもルートがあるじゃないですか、そういうもんす、そういうもんす、そういうもんす、だって大麻かけパワーストーンかけ僕じゃないとできないんだもん、だってしかもその実験環境がタイにしかないから今のところ、あ、そう、バンコクがいいらしいね、今日また言われた、バンコクいいよつって、バンコクの女の子いいよ、あ、旅行旅行旅行みたいな、あのお店の子もすごくいいなって思って、ちょっと今度連絡取る、いや大丈夫よみたいな、パワーストーンも彼女もあのもう欲しいものは全て俺はタイで手に入れたみたいになってる、あと船と、あ
あ、でも船ね、そうなんだよね。船はね、あれなんですか、船は、あの、地中海の子なんで、それはね、ちょっと譲れないところ。でも今日のタイの、タイの子なんだんで、いや、あの、ティーとか買ってって買いに来て、別、こっちのティーじゃない。あの、普通に真面目なやつね。あの、コーヒー飲むね、みたいな。お願いします、アイスコーヒー。すげえ仲良くなったから、もう喫茶って、まあ、パキパキのパワーストーンバーってなってると思う。で、コーヒー飲みながら、うまいね、つって。うまいな、つって。別にやべえもん入ってないけど。で、まずルチリル。ルチルの前もあるのよ。そう、どうだったパタヤみたいなお見え。で、それはまあ、取れなかったっけど、今回、バーって話したこうだよ、こんな感じだよ、つって。よかったよ、みたいな。っていうので、で、座んなよ、みたいな。で、座って、あ、でさ、見して。あ、で、そういえばさ、俺、あの、切れちゃったんだよね。あ、俺が入れ直してやるよ。マジか、みたいな。いい感じにしてやるよ、つって。で、もう一本の方は、あ、お前、色合ってねえな、って。まあ、ルチルの色、ルチルを生えさせてねえ、みたいな感じで、なんか違う、同じような超合う糸にしてくれて。で、最後ね、これがね、あの、お前に合うように、ちゃんと、あの、こう、クリクリッサイズ一緒ぐらいにして、編み直してくれる。すげえみたいな。うわぁ、みたいな。パッキパキだよ、みたいな。うわぁ、みたいな。もう浄化されたもん以外、インしてこなそうだもん、これは。この子たちは。この子いないとね、ちょっとまだ、いや、それ良かったのは、今まで日本にいた時は、全然それでなんか僕も、あ、そうだねーって思ったけど、そうですねーって。コンマイさんが、だからすげえメイクになってる、前みたいな。あ、まだなんか子供に見られる状態が今の僕みたいなもんなんで、それはね、なんかいきなりなんかバキバキになって帰ってきたんで、うわ、やべえ、みたいな、日本で見たことねえやつ、みたいな。ってなると、まあ、そういう道なのか、俺はって思うじゃないですか。日本で頑張るよりも、なんだろう、おう、またすげえ子たちいるの。あんま見えねえけど、ほんとね、黒い肌に青のビキニと、平井さんにちょっと桃つく、黒い方たちですね。アフリカ系かな、いや、インドではないと思います。インドの人、あんま外で肌出してないですね。あと、オレンジの。で、タオル赤。で、横になんか、白人の人たちが足こう組んで、カップでいるみたいな。日本じゃこの光景ないじゃん。で、会った時に、なんかもう、もう完全にチェンジザワーって感じなんですよ。ああ、変わったー、みたいな。変わっちゃったなー、みたいな。なんかわかります。日本じゃねえなーって。なんかステージ変わったなー、みたいな。そういうのはありますよ、やっぱ。もう、だって日本の人からしたら頭おかしいでしょ。思われる当然だけど、僕が見えてる景色それだからさ、それキャプって送るじゃないですか。みんなもだ、あ、チェーンザワーって感じで。ああ、って。それは嫌じゃないんでね、やっぱ。シャワー浴びに帰ってきたんですけど、いつ浴びんでしょうね、こいつ。ほんと、みたいな。そういうのなんか話し方、なんかお笑いの人誰かやってたなーみたいな思い出したりとか。そういうのありますよね、日本を回帰するというか、日本もこうだったなーみたいな。全然もこっちの国で全然、なんかほんと何年もいる感じなんで、マジで。まだまだでもほんと何回かしてたりして、まだ累計でもまだ1年いないと思うんですけど、タイには。いやでも全然、でももうね、タイ、クアラルンプール、台湾、シンガポールとかにずっといると、なんかもうなんていうの、居心地いいのね。で、より居心地いいところ見つけて、居心地いいところ見つけて、やっぱね、こういう、よくわかんないです。すんげえルチルと、あっきば似てあるんで。これ、売る気ないですからね、ほぼ。あ、でもシンガポールとか台湾とか、タイの人とか。まあまあ、なんかお金持ちの人はすげえ好きそうな、なんかこのバキバキのルチル。いや、いいっす、いいっすよ。いいっすよ、全然。香港にも届けに行くし、香港、シンガポール。シンガは行ったことあるんで、香港ちょっとないんで行ってみたいんですよね、ずっと思ってまして。台湾は全然ね、行ったことは台北住んでたんで、クアラルンプールに住んだことあるし、まあ、オーストラリアとはメルボルン、シア、ケアンズ、あとシドニーとアデレードは行ったことあるんで、まあ行けるし、LA も行けるんで別に行ったことあるから一応。あとちょっとヨーロッパ系はちょっとまだ行ってないんで、ね、欲しいって方いたら全然ヨーロッパだったら届けに行くし、うわーこいつマジ届けに来たみたいな、はいはいって、そのための動画のキットも機材も買おうとしてるから、そういうの、一人テレビで一人 CM にして、一人でなんかもうなんか、あの、バイヤーやってますみたいな。でも MB さんとかやってるの多分そうっすよね。だって自分でずっとなんか喋りたい話して、もちろん彼の場合はね、なんかプランを決めてるじゃないですか。今回はこれみたいな。あの、ハーフパーツラインとか。僕の進めるためには、じゃあその前にみたいな、食いつきとかしてるじゃないですか。うまーって思う、うまーって思って見てて、
いや、僕だとなぁ、こっちとこれしかないかなぁ。まあ、いっか、じゃあそこ極めようと。今んとこそこ極めてる人見たことないから。まず、日本にいる時点でこれができないじゃん。ってことは、これを大っぴらに言えないの、日本にいたら。だからタイに来るじゃん、俺、バイバイって、バイ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 って。さっき見たら220万円って300万円いらなかったんですよ、余裕じゃんと。でね、こっちに関しても本当に、あの西洋と東洋を交わるここでしか入らないものがございますのでってあると思う、まあ、これに関してはまあ本当タイのおかげですよね、こっちもこれも。だけどこれに関してはまあ日本でのベースがあるんで、まあまあ、あとそのバックグラウンドでね、神道とか仏道とかございますので、この場合はスピリチュアルっていう戦いで言えば、一応僕もここは学があるんで、まだちゃんとだそういうのを当たってお互い話してるから、なんていうんだろう、こいつのや変なもの売れねえって思ってるし、向こうは変なもん絶対に来ないし、僕にはフェイクとかあんだけどさ、あ一応扱ってんだねみたいな、でもクソ安いんじゃないみたいな、4分の1の価格みたいな、でもなんか見た目パッと見同じだから分かんないんだよね、素人がすると多分僕も分かんないです、そこら辺はパチモンなんてほぼ見ないから。これなんかえげつないのとか買ってくと、やっぱこいつマジ見る目あんなみたいな、何個かあるうちもだから一番いいのを来るの最初に、まあ、キューベイさんみたいな、マグロでいうキューベイさんみたいな感じの、なんかもうキューベイさんとかマジで一番いいの買ってくるみたいな、それを続けてると一番いいのはまず連絡来るじゃないですか、が自分が欲しければ買うし、そう欲しくなければ買わないし、で欲しければ結構頑張って買ってるんで、その頑張って買ってもキャッシュが回らないじゃないですか、だんだん、まあ、一応、ね、YouTube とかインスタとかで出すんですよ、こうやってこんなんどうですかって、僕の、まあ、まあ僕のでありながら欲しい方いれば全然お譲りするんで、まあ、あの一応値段は交渉させてください、はい、そうなんですね、だったらまあね、それで送料が出そうであれば、送料とか遊びに行く代金出そうであれば、まあ遊び行こう、教えてもらおう、いろいろみたいな感じですよ、みんなやっぱ強み違うんで、同じパーソンだろうが同じこっちだろうが、やっぱね遊び方も違うじゃないですか、僕はパーソンと絡めて遊んでますけど、基本パタヤでってなると、それは僕のパタヤのオリジナルの遊び方じゃないですか、パタヤっていう観光ができたとしても、私バンコクもそうじゃないですか、そういうのがまあ価値ある価値を持つ時代なんじゃないかなって思うから、まあ、こういうふうに撮ってるっていうのがありますので、まあ、ぜひね、なんか、まあ、一応来今年広がりを持つっていう意味でも、まあ、海外っていう日本からの窓口で海外行くっていうのと、まあね、今までほんとずっと一人で旅をしてたのが、まあ、こういうふうに配信をすることで、まあ、そのね、いいな、あなんかこいつ面白いなとか、一緒に会ってみたいな、飲んでみたいなとか、一緒にやってみたいなとか遊んでみたいなとか思う人がいらっしゃるのは、それはそれで僕はすごいこれを撮ってる意味がありますし、意味がないこと、意味があるから、意味がないことそれ意味がないっていう人もいるけど、うん、別に基本的に意味は見出すもんだと思うので、うん、意味ないことしないで、じゃあな、釣り好きな人で釣りで活躍の、いや漁師じゃないじゃないですか、それって資本活動を発揮してないのにやる意味あるんですかってなるじゃないですか、例えばね、ぼっち旅とか、あとそのバーベキューとかあるじゃないですか、一人バーベキュー、バーベキューをね、たまたま例えばね、ひとしさんでしたっけ、あのひろしですみたいないるじゃないですか、あの人とかはたまたまね、それをネットフリックスでチャンネルになったとか、たまたまお金になるっていう仕組みができただけで、あれって別に多分お金にならなくてもやってると思うんですよ、だって多分なんか言ってたと思うんですけど、月収2000万ぐらいあったけど、そんな時より全然幸せみたいな、俺一人でバーベキューして、俺残ったらほっといてくれる、俺がただ一人でずっとやってると寂しいから、ちょっとなんか撮ってみようみたいな、イエーイって、俺こんなだぜ本当はって、でも本当のそこの本人は誰も話す人いないしなみたいな、こうとかこうとかちょっとなんか多分似てると思います、一人バーベキューと、あの僕みたいなぼっち暮らしインタイランドみたいな、なんて言うんだろう、まあタイランドだけじゃないけど、あのなんか何でしたっけ、パラレルワークとかあるじゃないですか、デュアルワーク、パラレルワークみたいな、で言えば僕の場合だったら今で言えばね、バンコク、パタヤ、東京、あとは福岡、まあ、今度沖縄とかあるじゃないですか、まあ、大阪もそうですしってなると、もう僕自体の3次元の肉体自体はいろいろ移動してるんですよ、でもその僕自体の脳みそで思考に関しては、まあ、ちょっと一個違うところがあって、あそうか、肉体を動かすためのなんかそのなんだろうな、スイッチの仕方っていうのは、だから今日で言えば8時までフリータイムなんで、ただいきなりキンキンのギリギリでチェックアウトでちょっと時間待ってとかになるとちょっとあれなんで、
まあ7時半ぐらいに行けばってなると7時半まではフリータイムじゃないですか。ご飯食べてもいいし、こういうふうに動画撮りまくってしゃべってもいいし、でもギリギリのギリギリになるとさ、パッケージとかしないといけないじゃないですか、パッキングってなると、それをだから前倒し前倒し前倒しでできることをできるようにしてれば余裕があるしみたいな、 なんか忘れ物とかないしみたいな。でもそういうのを教えてくれた人がいたんですよ昔。まあ女の子なんですけど、僕より全然若い、まあでも大好きだったけど、なんか元アイドルって言ってたけど、そうそうそう、なんか 次の行動を考えながら動くと余裕が生まれるっていう、あ、そうなんだそうなんだ、でそれを次ので考え出して、しかも動いてると大体予測のレンジの範囲に入ってくるんですよ。そうそう、だからなんだろう、ね、パワーストに興味持つ人でパワーストの僕が見てて、あ、このパワーストいいな、この子いいなって言ったら僕にインスタで DM 来るようになるし、例えばね、パタヤとかバンコクで遊びたいとか、こういうのやりたい、あ、この人で一緒になんかこの人で行ってる店行きたいなって言ったら、別に見てるの見てれば別に来れるわけですよ。うわーみたいな、ここで X 買ってここでやるのが豚骨ラーメンって思うんですよ。あの手羽先食べ行って豚骨ラーメン食べて、あ、ちょ、名古屋と福岡ガッチャンコしちゃったけど、もつ鍋食べて、あ、もつ鍋だーって、福岡本場でもつ鍋だーっつって、もつ鍋って家族でやるもんらしくてさ、俺まだ食ったことないんだよね福岡で、実は未だにもつ鍋はあんだけどさ、いや福岡で、うん、わざわざみんなもつ鍋を食いに行かないよねってみんな言っちゃけん、いや俺行ったことないから誰か一緒に行ってほしいんだよね。もつ鍋2軒ぐらいあるでしょ、有名な店、もつ鍋屋行ってみたいんだよね。ラーメンも意外と食わみんな、うん、スケさんうどんかな、みんなでよく行くの、行ったの、うん、北九州のうまいんだよね、スケさんうどん。僕肉肉とかまだ行ってないし、あの伸びてくやつとか伸びちゃうやつ、僕もウエストよりはスケさんうどん派なんでって言うと、なんか、あ、こいつめちゃくちゃなんかローカルの話しだしたなんてなるじゃないですか。でも僕の中で言えば福岡住んでたんで半年ぐらいか、その後にまあその何回か通ってるし、今でも行ってるんで福岡なんかだってなると、なんか分かるじゃないですか、あみたいな、この前うなりで食べてきたし、ラーメンで言えば、うん、あの DJ ホイさんっていうレペゼンの方がおすすめしてたとこ行ったんだけど、閉まっちゃってて、9時からですよって書いてあって、あってってか夜の9時はいけねえわーと思って、でなんか僕のホテル、その時泊まったところのホテルの近くのラーメン屋さん昼混んでたんで行ってみたら、よくあのおばちゃんがゴミ箱の上にこうやってカバン自分に置いてこうやって携帯かわやってて、でラーメン屋の前にですいません、あの並んでますか、並んでますよ、そんなに怒んなくていいじゃんみたいな、なんかちょっと高そうなカバンを、いやゴミ箱青のこれだって、ゴミ箱のこの上に2人目ボン、うわーこいつから見た関わりたくねえな昨日と思って、あれ確か前になんか行ったことあるラーメンあったなみたいな、うまそうなとかあったなみたいな、一輪車とか全然好きだけど、あ、僕天ぷら平尾さん好きだけど、平尾さんのエリアじゃなかったのその時だから、おっすと思って、でラーメンバカって調べたら徒歩3分にうなりあったから、うなり行って、でチケット買うところの下らへんこうびっちゃびちゃなって、あの雨具なのか、チケットを俺そこに小銭落として、うわ最悪だと思って、同じレベルかな、タイのそういう衛生環境で、そこに関しては、うん、確かに同じ、うわーと思って、うわーみたいな、うんこの中落としたほどではないけど、なんか泥水の中に落としてるから、その時うわーっ、タイでもなんかうわうわ、タイだと俺拾わないかもしれない、安すぎて100円50円とか、なんかお釣り落ちてさ、マジうわーっと、でなんかラーメン食おうって待ってたら、替え玉のがそこに、なんか替え玉チケットがなぜか1個多くて、あー多分俺の目の前にいた2人の女性のだろうなみたいな、話の内容聞いてると、まあ夜の方なんですかねみたいな、格好的にもそうですかねみたいな、でまあ僕食べてるじゃないですか、バーッと、で1人の人がバーッて、ああみたいな、あれっつって、で、あ、なかったみたいに帰ってきてて、あ、すみません、これですかね、あ、ありがとうございます、お兄さんが拾っといてくれたのよみたいな話をしてて、いや僕の前あなたたち並んでたし、多分そうかなって思ったんですけど、あなたたちのものかどうかわからないから、とりあえず置いといてみたんだよねみたいな、実験とかをします、あれって、やっぱ予測通りだったな、意外となっつって、みたいなやつとか、まあやります、意地悪ではない、僕の楽しみな、多分見てその時のお姉さんとか見てたら、うわこいつだと、こいついたーって、こいつーっつって、でもまあ僕聞かなかったんでね、並んでますかみたいな、お姉さんとしてもラーメン屋を並びながら話してんだろうなって感じはあったんで、そういうオーラを出してほしいよね、並んでますよっていう、ちゃんとそれはおばちゃんだと綺麗なお姉さんですよ、どっち行く、
めちゃくちゃ運気良さそうじゃん、いい匂いだぜお姉さんたち、おばちゃん嗅いでないぜ、ゴミの近くだぜ、ドンとドンとノットジーンだ、ジーン、ジーンですね、ジーンあーつ、無理だ、こっちじゃねえわうなりさん、うなりさんみたいなのをやってるだけです、僕ずっとあーつって、運気の流れの方に常に流れていくっていう、まあ、本当ね、名前の通り通りですよ、本当なんか雲のように、本当は色即是空、空即是色っていう、あの、なんだろう、すべてのものが変わりゆくし、すべてのものが交わり合っている、関係し合っているっていうワンワールドな考えなんですけど、それをしっくりきたときにね、まあ、楽しみ方は人それぞれなんでね、みたいな。まあ、ね、所さん好きな人もいれば、タモリさん好きな人もいるじゃないですか、みたいな。ね、もちろん、あの、しんすけさん好きな方もいれば、たけしさん好きな方もいらっしゃる。じゃあ、ね、志村けんさんで好きな人もいらっしゃれば、みたいな。加藤ちゃん好きな方もいらっしゃるぐらい、好き嫌いって結構プリミティブというか、なんかあんまりそんななんかそのカクッとしてるもんじゃなくて、その時の状況によるもんなんで、となった時に、なんかそのね、もちろんその知名度的には僕はもうほぼゼロみたいなもんですよ、日本では。でもね、タイ来るとイケメンって言ってくださる方が多いんで、だからタイのこのエリアの人には僕は覚えられてるわけですよ。そのエリアが広がっていけば、まあなんか意外と有名 なんか日本人になるじゃないですか、タイで言えば。そのイメージは湧くんですよ。何やろうかなみたいに。あ、タイの人はしこりの好きなんだな、あ、じゃあこれやろうみたいな。とかっていうのはイメージ湧くんで、結構シンプルな感じのマーケティングで、こっちの人を喜んでくれるんで、日本ではね、すれちゃって、お土産戦略とか。いろいろあるんですよ、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃいやつが。そのちっちゃいのだけをちっちゃいの積み重ねていくと、なんかより居心地がいいね。福岡もそういう街でしたけどね、めちゃめちゃ今でもホームタウンだし、台北はそこまでなるんで、あ、まあ全然好きですけどね、行きたいとは思うけど、ただでもちょっと呼吸っていいんだよ、よく死んでるし、バッチみたいな、やだなみたいな、やだなみたいな、なかなかちょっと足が伸びないですね、ちょっとあのなんかバッチ行くね、バッチ行くねというかバッチ場所。はね、そういう点ね、分かりやすいんでね、意外とお金出したら出した分だけやっぱいい感じで来るんで、3000円くらいでここまで変化を生み出し、なおかつ僕にこんな動画まで撮ろうって思わせるぐらい、だって僕もう超タイのバンコクと、要はパタヤのプロモーションしてるようなもんじゃないですか。それをタイの人に、うわーすげえこの前から日本人めちゃくちゃタイのことしてるね、めちゃくちゃいいこと言ってる、タイのことめちゃくちゃ褒めてくれてるぜ、わーってなったら、タイの人からしたらね、いい人になるじゃないですか。僕の好きなタイを見せてるだけなんで、嫌いなタイ見せてもさ、しょうがないじゃん、うわー、マジよーなんてわざといちいちそんなとこ言ってもさ、俺も嫌だし、見てる人も気持ち悪いし、嫌じゃん、変身ブーってなるじゃん。だからじゃなくて、見てて、あ、なんかちょっとチュッチュしてて、あ、いいじゃん、いいじゃんって、アバンチュールみたいな。とかね、今日さすがにそのバーストングでは撮らなかったけど、その仕入れ先で撮るのどうかなと思ったんで、僕の買う。買ってるあのダイスのお店なんで、なんていうんだろうね、だからそう感覚に近いかなみたいな。例えば日本だったら当たり前にね、こういうの甘いじゃないですか、こういうドリンク。ちなみに当たり前にまあこれ CBD って書いてあって CBD 入ってますけど、そうなんで、アルカリンドリンク水アイソレート CBD 変化エクストラクト、あ、でもジャパンテクノロジーって書いてある。あ、でもジャパンって書いてある。ジャパンテクノロジー。ジャパン。ジャパン。なんかあれ、関わってるんですね。ってぐらい、まあだからそれぐらいなんかそのリサーチするとこうなるわけですよ。リサーチ力つくと、あ、みたいな。あ、そうなんだ、みたいな。みたいな。どこの会社なのかな、みたいな。っていう。で会った時に、ああ、これはあの会社の人なんですねって言えるじゃないですか、会った時に。タイの日本人が、ちょっと僕の、サイアームとか別の動画撮ったんですけど、あの駅の、の逆側のもっともっと向こう側なんで、日本人がトンラオとか。そうそう。でもね、僕今日サイアームが普通にフォーチッと、あちゃあちゃあちゃあって、ね、なんかあるんですよ、僕の駅。ちゃんと来れたんで、動画撮りながら、あれ、意外と来れたみたいな、あ、大丈夫だったみたいな、あ、意外といいとこだな、相変わらずっと。グラブだとね、ちょっと、グラブでもいいけどね。
日本人嫌いじゃないし日本人大好きだけど常に日本語が聞こえる環境にいるとなんか僕日本人なんで日本語わかるじゃないですか。だからタイ人の人がタイ語で喋られてもなんて言うんだろう、音楽じゃないけどノイズでもないけどみたいな感じ、あのなんて言うの、僕日本人なんで日本語じゃないからタイ語でウニャウニャウニャ2枚2枚とかあるんですよ、多分もしもしって意味だと思うんですけどとか言ってるのを聞くとおーって2枚2枚ねみたいな、あのドレミファソラシドねみたいなもんっすよ。なんでなんて言うんだろう、なんかその日本に行くと日本語いっぱい聞こえるじゃないですか、当たり前だけど日本人多いから単一民族なんだ、そんなんだろうな、同じような人たち同じような日本語いろんなこと喋ってる、うわっなんですよ、あーっ疲れるなヤッホーみたいなそうこっちいるとみんな俺の知らない言葉でみんないろんなの喋ってるから、知りたい時だけお互い英語にちょっとチューニングしてしていいことで頑張ったことがいいし話をするくらいなんで、もっと必要最低限にするし仲良くなりますからね秒で、うん、でも分かんないけど仲良くなるから波長がパーソナルだったらパーソナルバシッと合うし、そのこっちだったらねこっちの人でバシッと合うわけじゃないですか、すごいいきなりチャンネル変えるじゃん僕は別にあのタイにいるか、うん、日本絶対無理じゃんこれ、なんでそんなことやんのって言われるけど、たまに誰もできないことをしてそれを伝えたいからするんじゃないかな、俺前のあの瀬戸りの時もそうだけど、だから月商何千何百万って人が一番アクセス取ってるサイト作ってて、ブログでそうなってる長田健さんで思ったのが、あ1000万出してるってことはもっと2000万3000万くるかなって思ったら、そこのお弟子さんは3000何百万作って塾やっててえぐっと、でもスカウターゲームになるんですよ、何万何千何百万と、で僕ゲレンデ出しててバーンズゲレンデワールドって言うんですよ、なんでってイメージ戦略が僕得意なんで、か聞かれたもんいくら稼いでるんですか、いやもう人に聞くなよって思うじゃん、めんどくせえな、めんどくせえがゲレンデ乗れるぐらいやべえっすねみたいな、とかブラックカード持ったらブラックカード持ってたんですよ一時期、会社は言えないと言わないから、ブラックカードブラックになっちゃったからあれだけど、ブラックカード持てるぐらい持ってるよって、相手の中でさ、うわこの人何なの、年収1000万なのかな1億なのかな2000万なのか3000万なのかってなるじゃん、イメージするじゃん、1000万ってことはいきなり言われちゃったら1000万なんだなって終わるけどさ、イメージするとこれってやべえなって思うじゃないですか、それに憧れて意外と入ってくる人がいるんで、瀬戸井っていうジャンルになんかそう言われると嬉しいなとは思ったうわー俺のやったことちゃんと当たってると思って、いやそこまでのネタバレはしたい見てくれたとは思わないけど、あー意図が伝わってたなって、そういうの好き、お金を稼いでるよりなんかその、あこれが僕撮ってることによってそれどれをね細切れに公開して、まあ YouTube さんにねあの著作権的に音楽とかいろんなのダメっていうのがあるんで、ダメなのは排除されちゃってごめんねって思って、ボツ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 みたいな、全部が採用されるわけじゃないじゃんテレビだとよく聞いてると、だから編集されてますしっていう意味でね、リチェックと国によるだって YouTube 全部全世界に出してるじゃないですか、その中でリージョン的にこの国ではダメってやつが排除されるじゃないですか、その国ではっていうシステムが出来上がってるんで、なおかつそのね今最近は切り抜いてるじゃないですか、切り抜いてなんかね本当なんか面白いおかしく作ってくるそういう職人さんたちいらっしゃるじゃないですか、なった時にあの一人テレビ局できるじゃんと思ったのはあります、確かにと思って、本当ダダ喋りを買ってみながら飽きたらやめる何それみたいな、なんなんこいつってなるじゃないですか、そんなやつだけだとやっぱり頭おかしい変なやつなんで、一応ねちゃんとリーズンホワイトちゃんと言っとかないといけないじゃん、これパーソンだよーつってお茶だよーつって、ヒップホップでしょ、ロックロックライブライブ、うん、なあ、あコンセコンセライスじゃないライスじゃないよ、コンセだよちゃんと、あーうめえくわーほらほらくそうめえぞ
やごめん、2本買っちゃったからさ、このペースで吸わないとさ、減らないんだよ。ごめん、俺もなんで2本買ったかすげえ後悔してちょっと。いくら、2000円くらいもあるんですよ、それを払った帰りのグラビアやめたから、そのためでやめたわけじゃないけど、でも動画撮るから仕事できてる。あと1本あるんですよ。あと何時間後に帰国なの、やべえと、片付けなきゃ。いや、吸いながら帰国はできない。考えて、できないよ。面白いけど。パハマス。うーわーみたいな、パスエンツ来てるやつ来たーみたいな。うわ、やべえってなるじゃないですか。誰でもなるでしょ。頭おかしいんじゃないってなるじゃん。パスパスっつって。おわーっつって。いや、帰ってきたすら。うーってなるよ。やばい。まだでしょ。あいつ。はぁ。あと一本。シャミ入れてって言ったら飯入れてガンガンって食って、はい完了、ごちそうさまでしたって書いて、じゃあね。